天ヶ崎交通事業振興株式会社は、天ヶ崎市の外郭団体、通称 ATS、または AT サービス、阪神バス、天ヶ崎市内線の一部路線を自宅運行するなどの事業を行っている。天ヶ崎市交通局及び天ヶ崎交通労働組合の出資による間接経営方式で設立された。当初は、旧交通局車両の戦車、清掃、給油、 定期券、回数券の発売、遺出物の取り扱い、案内など、運行以外のサポート業務を担当していたが、交通局の経営悪化に伴い、2002年より、同局の観光バス事業を引き継いだほか、2004年4月より、道路線バスの一部を受託運行していた。交通局に代わる、将来のバス事業者としても検討されたが、 天ヶ崎市公営企業審議会より提出された答申後、交通局は完全民営化することが決定し、バス事業を阪神バスへ移乗、同社はその後もバス路線の受託運行等を継続することとなった。同社は今後も社員の雇用確保を意思として事業を継続、将来的には民営化を目標として市が支援を行っていく方針である。 山ヶ崎市内線のうち、以下の路線の運行と受託運行を行う。現在までの受託路線は、年表を参照。阪急神戸本線の駅から JR 神戸線の駅を、経て、阪神本線の駅を結ぶ。11番は、阪神バスからの管理住宅及び共同運行。13番、13から2番は、阪神バス塚口営業所との共同運行。12番、14番、15番は、 阪神バス塚口営業所担当。市内各駅と周辺地域を結ぶ一部の路線では、運行区間の延長や、経営地経路の一部を変更して運行する便があり、路線番号に帯をつける形で分類、運行されている。四十番台の路線は、阪神バス、向こう営業所担当で、五5六零八十点九零番台は、阪神バス塚口営業所担当。 70番は、阪神バスからの管理住宅及び共同運行。詳細や最新の情報は、阪神バス公式ホームページの甘崎市内線に該当する項目等を参照いただきたい。甘崎市内線と同様、全路線均一運賃で乗車時に、車内の運賃箱へ支払う。支払いには、現金のほか回数、カード、スルッと関西対応カード、 またピタパーイコカハニカなど、交通系、IC カードの全国総合利用サービスにも、対応している。普通旅客運賃大人210円、小に1 1 0円前線1日乗車券大人500円、小に250円。発売当日限り何回でも、乗降可能、天ヶ崎市内線も利用できる。車内にて発行、時期回数カード、天ヶ崎市内線も、利用可能、 大人4種、小児4種の金額が発行されている。昼間時間帯特別割引の回数カードもある。定期券 IC カードにて発行される。阪神バスも利用可能なものに加え、阪急バスの一部区間も利用可能なものなど複数種が発行されている。その他、乗り継ぎ割引や特別乗車証などの諸制度が旧交通局より継承されている。 自社所有者はしばらくの間交通局からの移籍者のみであったが2011年には新車が初めて誕生している。車体塗装は交通局と同一であるが前面の車掌や側面の車名表記で見分けることができる。車番は交通局の不満に準じるが2011年以降の新車は交通局の三菱不走車に与えられる100番台に対し 200番台が与えられるようになったが、2019年に導入した新車には配分前の数字の導入年度の割れ木がなくなり、製造会社ごとの番号区分もなくなり、210などの3桁となった。また、当社に運行を委託している阪神バスの車両は、車両前面の車番付近に赤い丸囲みで A の表記がされている。ありがとうございます。